ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今まで HTML と CSS を紹介してきました。今回は JavaScript について勉強しましたので紹介したいと思います。 HTML は、ウェブの画面の構造を表すもので、CSS がその構造の装飾をするものでした。で、JavaScript は構造と装飾を、動かすもの、動かしてプログラミングできるものが JavaScript になってます。今回はフォームで書き込んだ文字を、別の場所に表示をしてみるという、動きのあるプログラムを JavaScript で書いてみたいと思います。テスト 10HTML を使います。あとテスト 10CSS、 あと今回は、テスト 10JS というファイルを作っていきます。まずはテスト 10HTML の中の、フォームタグの下のところに、テーブルタグっていうのを書き込んで、テーブルタグの中に DIV の、ID イコールっていう風に、識別番号をつけておきます。で、ここに、JavaScript で処理した結果を表示させるように、仕掛けたいと思います。準備まずはします。 HTML の、DIV から始まってで、スラッシュ DIV で終わるところまでを、エレメントって言います。で、 DIV のことをタグって言って、ID イコールって書いてあるところは、タグの属性って言います。この ID イコールの属性を使って JavaScript と連携させたいと思います。右側のページにある通りだと一つのインプットタグにしか対応してないので、今回ちょっとオリジナルでネームと E メールとメッセージが扱えるように改良を加えて、試したいと思います。 JavaScript のファイルを読み込ませるタグは、ボディタグの、一番下のところに書くのが、通例となってます。理由としては、JavaScript のファイルも、ダウンロードしてくるので、HTML の構造を先に読ませて、それから、ページを表示させてから JavaScript のファイルを読み込むっていう順番で読み込ませることで、早くウェブサイトの表示ができるっていう利点があるので、 JavaScript のファイルは最後に読み込ませるっていう風な工夫がされています。左のページから、テスト 10JS の方に、JavaScript をコピーしてきました。で、その JavaScript と HTML のタグを連携させていきます。バー X って書いてあるところのバーはバリアント型の変数型です。ドキュメント .getElementById というところで、インプットタグの ID イコールと紐付けて値を取ります。値というのは、エレメントのオブジェクトは X に入ります。4行目から10行目までのコンソール点ログの処理については、プログラムがうまく動いているかどうかのデバッグのために使います。15行目のドキュメント .getElementById で、カッコって書いてあるカッコの中と、先ほどのテスト 10HTML の DIVID イコールのところと同じ識別子にしておいて、で、イコール X って書いておくと、フォームで書いた文字が下のテーブルタグの中の DIV タグのところに表示されるっていう仕組みになってます。一通りプログラミングできたので、 Web ブラウザーから動作を確認したいと思います。上の部分のネーム、E メール、メッセージに文字を書いてメッセージを送信っていうボタンを押すと、下のネーム、E メール、メッセージって書いてある右側に同じ文字が表示されるっていう仕組みになってます。字括弧が3つ連続してるけどちょっとわからないのでスキップさせてください。これ無視してください。あと、JavaScript の中のパースイントって書いてあるところは、ちゃんと値が取れたかどうかを確認するための処理と思ってください。あれ動かない、動かないので、デバッグしたいと思います。デバッガーのタブのところの中からテスト 10JS を選んで、先頭のところにブレークポイントを貼ります。それで動かして、1行ずつ確認していきます。ブレークポイントを貼った次の行でどっ
か言っちゃったので多分5行目のところがおかしいと思います。ちょっと調べます。まあ、よく見れば 5行目のところがなんかユーザーアンダーバー e メールが正しいみたいです。直します。 JavaScript を直したのでもう一度正しく動くか Web ブラウザーから確認してみましょう。あ、ちゃんと動きましたね。視聴ありがとうございました。